様々なレッスンを実施しております。概要欄をご覧ください。三人称単数現在の S。通称三単元の S と呼ばれています。一般動詞の後ろに S をつける場合を学習していきます。基本文を見ていきましょう。私はサッカーをする。I play サッカー。あなたはサッカーをする。You play サッカー。ここまではよろしいですね。 彼はサッカーをするという場合にはこのようになります。He plays soccer という形で主語が He の場合には動詞 Play の後ろに S がつきます。どういう場合に、ね、あの S がつくかというのはこれから学習していただきますので、えー、しっかりと、ねえー、理解していくようにしてみてください。とりあえず He の時には、ね、動詞の後ろに S がつくんだという形だけ今は、えー、覚えてみてください。 私はオーストラリアに住んでいます。I live in Australia。あなたはオーストラリアに住んでいます。You live in Australia。ここまではよろしいでしょうか。Live というのは住むという意味ですね。in はどこどこにということになりますね。彼女はオーストラリアに住んでいます。このようになります。She lives in Australia。主語が「she」、彼女。 のの場合も動詞リブの後ろに s がついていてますそれ,それではどういう場合にねあの S がつくかを学習していきましょうそれでは、えー、この表を使って理解していただきたいと思いますまず左が単数ですね人であれば1人物であれば1つのことですね、えー、右は複数人であれば2人以上2人でも10人でも100人でも複数です物であれば2つ以上ね という形になりますねまず話している本人のことを英語では一人称と言いますえー、日本語では「僕」「私」「俺」などいろいろな言葉があるんですけども英語では「愛」ですね話している本人のことを「愛」と呼びます通称私はねもう「愛」のことを「私」と訳しています、えー、複数になると右を見てくださいね 話している本人たちが複数言えば私たちということになりますね。英語では we となります。えー、次にね、えー、二人称の単数を見てください。話、二人称というのは話し相手のことですね。えー、話し相手のこと、一人であれば you ですね。あなたですね。日本語であればあなたとか君とかね、いろいろありますけども、英語では you となりますね。えー、複数は えー、あなたたちという形になりますよね、えー、君たちとかあなたたち英語ではね、これね U になるんですね単数の U も複数の U も同じなんですねあなたと訳す場合とあなたたちと訳す場合があります、えー、続いてね、見てください話している本人または話し相手以外のことを話すときありますよね私があなたに話しているとしましょうそれ以外の彼は彼女は 剣は話すすすすああありりままよよねね物でもこれれははとか話話している本人話し相手以外の人や物のことを三人称と言います。ですので愛は私優はあなた話し相手ですよね愛は話している本人優は話し相手ですよねそれ以外で一人の人または一つのものの時に三人称の単数と言います。 実はこの時に動詞の後ろに S がつきます。ですので先ほどの H や C の後ろに動詞の後ろに S がつくというのはこの三人称単数の場合なんですね。ちなみに右は三人称の複数はで y というのは彼ら彼女らそれらとあるんですけども複数ありますよねえ。こういうのは三人称の複数と言います。ね、三人称の単数、この言葉と、ね、意味をしっかりと理解してください。 それでは別の角度から見ていきましょう。アム、ア e イズの B 動詞を思い出してください。まずね、一人称の単数ですね。i の時には何を使ったか覚えておられますか ?i の時には右を見てくださいね。アムを使いましたね。you や複数の時には何を使ったか覚えておられますか ?are を使いましたね。それでは三人称の単数です。He, she, Can this などの時には何を使ったか覚えておられますか？右を見てくださいね。is を使いましたね。be 動詞のルールを思い出すと、三人称算数の時には is を使っていますね。He is she is can is this is that is となりますね。I you 以外の一人の人や一つのものの時には be 動詞を、we 動詞は is を使います。 また三人称単数の時には一般動詞の後ろに「S」がつくと覚えてみてくださいそれでは一時停止ボタンを押して「プレイまたは「プレイズをカッコに入れてくださいそれでは答えを見ていきましょう「I play soccer」となりますね2番「they play soccer」となりますね「they」というのは彼らですので複数ですので「プレイのままで結構です 3番よろしいでしょうか ?he, p l a y s o サッカーとなりますね。he というのは i, you 以外の一人の人ですよね。ですので、動詞プレイの後ろに s がつきます。4番太郎の時は p レ a ズ s となりますね。太郎という名前の人はね、えー、何人もいますけども、その人は一人だけですよね。i, you 以外の一人の人ですので、動詞プレイの後ろに s がつきます。5番 we の時はプレイですね。 we といいうのはは、えー、私たち2人以上まますよね、えー、s はつきません次ね6番と7番の違いお分かりでしょうか My friend と My friends の違いですね S があるかないかで動詞,の、えー、動詞の後ろに S がつくかつかないかが変わってきます My friend の場合は Praise となりますね My friend というのは S がないので友達私の友達1人ですので IU 以外の一人の人ですので、プレイの後ろに S がつきます。それに対して、my friends。ねえー、複数いますよね。二人以上いるので、動詞の後ろには S はいりません。よろしいでしょうか。この違いお分かりですかね。えー、my friends の S は友達が何人かいる。ね、複数の S です。えー、6番の S は 主語が一人、IU 以外の一人の時に動詞の後ろにつく S です。ね、S の種類が異なりますので、しっかりと理解してください。8番です。太郎次郎。2二人いますので、プレイとなります。よろしいでしょうか。それでは S の付け方を確認していきましょう。多くの場合は、普通の場合はそのまま S を付けてください。 プレイの後ろにプレイズ S をつけるだけで、えー、三人称単数の S がつくという形になりますねただね SOXSHCH で終わっている場合には ES をつけます GO というのは O で終わってますので GOESES をつけますね WatchCH で終わっていますので WatchesES ES をつけます 続いてね、えー、難しいんですけども「死ン児」プラス「y」で終わっている場合「死ン児」というのはア「い、うえお」以外の音だと思ってください「y」を「i」に変えて「es」をつけます「study」「y」で終わっていますよね「y」の前は「d」ですので「い、うえお」の母音ではありませんのでこの場合には「えー、y」を「i」に変えて「es」をつけます。 えー、暗い、泣くとか叫ぶという意味なんですけども、y で終わっていますね。y の前は r, r ですね。i u う、e, o ではないので、y を i に変えて es となります。上を見てください。プレイ見てくださいね。えー、プレイというのは、y で終わっていますが、y の前の字を見てください。i u う o の、あですよね。母音ですよね。ですので、p レ a ズ s そのまま s をつければ、えー、結構です。えー、っとね、 ハブだけは不規則に変化します。ハブの三人称単数現在の s のつける時の形ははずという形で変形しますのでしっかりと覚えてくださいそれでは S の発音の仕方です3種類あると考えてください一つはずっと発音するものです有声音といいますが喉に手を当てるとふる喉が震える音ですねプレイズシーズ シングスなどがありますね。無声音というのは喉に手を当てても喉が震えない音だと考えてみてください。発音の最後がプフクとなるものですね。プフプクと覚えていただいてもいいと思いますね。ヘルプス、サーフス、ルックスなどとなります。またビジッツのように ts の時にはつという発音になりますね。ビジッツとなります。 is と発音するものもあります。す、ず、し、ち、じ、のようなもので、えー、ような音で終わる語の場合です。すずしちじと覚えていただいてもいいと思います。例えば、washes、teaches、changes などがあります。それでは練習問題です。一時停止ボタンを押して、ご自身で英語を考えてください。括弧に入る語 こちらもご自身で考えてください。それでは見ていきましょう。1番エレンはテレビを見ます。ウォッチを使ってくださいね。主語がエレン。IU 以外の一人の人ですので、動詞ウォッチの後ろに S がつきますね。エレンウォッチー TV となりますね。ウォッチは CH で終わっていますので ES がつきます。2番私の友達は英語を勉強します。スタディを使ってください。My friendS がないので一人ですね。 IU 以外のの人の人人でですす S がつく形となりまスタディーズ study は Y を I に変えて ES がつく形となります3番彼女は東京へ行きます Go を使ってください彼女ですので CIU、ね、以外の1人の人ですよねですので S がつく形となりますね Go は O で終わっていますので ES がつきます、えー、どこどこへという To ですね Goes to Tokyo このようになります 4番、私の父は2台の車を持っています、えー、私の父 my father ね、えー、一人の人ですのでハブを S の付く形に変えてくださいここはね注意が必要ですねハブの S の付く形はハブズではなく a ズとなりますね2台の車ですので2カーズとなりますね、えー、こちらの S a ズの S はよろしいでしょうか主語が「 My father, I u o u 以外の一人ですので S の付く形ですね。Two cars の S は車が2台あるので複数の S ですね。しっかりと区別してください。Thank you for watching。個別レッスン、不登校の方への取り組み、オンライン英語塾も実施しております。わかりやすく丁寧に解説します。まずは概要欄をご覧ください。See you next time. Bye bye.